はい、今回はですね、マツダのチラシを見ながら、おすすめのマツダ車とか、僕自身が欲しいマツダ車について話していきます。上が CX-8、で、下が CX-3。まあ、CX-8 か3だったら、まあ、3が欲しいですね。まあ、8はいらないですよね。で、こっち側が、3列シートの SUV で、あ、販売台数1位だったんですね、2018年。それはすごいですよね。3列シートの SUV って何がありましたっけ。ホンダでは CR-V で、日産がエクストレイルって3列シートってありましたっけ。で、スバルも確かなかったと思いますし、でホンダ、トヨタに関してはランクルとプラドで、レクサスに関しては LX ぐらいですよね。 RX って2列目シートですよね。まだ紹介しないんでそこら辺詳しくわからないんですけど、で日本自動車電動カーオブザイヤーにも電動入りしたみたいですね。まあ、ランクルプラドか CX-8 だったら、まあ、僕自身も CX-8 の方が断然いいと思いますね。まあ、走行性能、安全性能とか、あとはエクステリアとかインテリアのデザインとか質感も負けてる部分ないですからね。で、XD の L パッケージ、スカイアクティブ 2.2リッターの方に関しては、だ最上級ですよね。まあ、駆動が肉なんで最上級って言っていいのか分かんないんですけど、428万、まあそれぐらいするでしょうね。で、実燃費の方が 15.8、 JC08 に比べたらこの WLTC モードっていうのは本当に現実味がある実燃費の方なんで、こんな感じですね。市街地とか郊外とか高速とかも燃費が表記されています。ディーゼルが360万で、ガソリンエンジンが280万なんで、80万も価格差あるんですね。で、ガソリンターボが370万。ディーゼルエンジンより高いですね、ガソリンターボは。かっこいいですね。CX-8 じゃなくて CX-5 も 2.5 リッターのガソリンターボ追加されましたよね。まあ、マツダで一番有名といいますか、人気の SUV が CX-5 ですね。では裏面を見ていきます。で、裏面の片側から見ていきます。期間限定プレゼントって書いてますね。マツダセーフティーチェック MSC で、タイヤ交換時期目安1620円のところ3分の1で540円で、エアコンフィルターに関しては無料で交換してくれて、でワイパーゴムに関しても無料みたいですね。あ、工賃が無料ですね、両方とも。部品代はかかるみたいですね。それでもいいですよね。純正バッテリーも2割引きで、純正オイルチケット20リッター、これすごいですね。サポート価格1万6000が1万6200円割引してくれるんですね。で、他にはこういった部品とか工賃が安くなるみたいですね。で、こっちの方も見ていきます。オールニューマツダ3アクセラですね、これ。で、マツダデミオ XD ツーリング L パッケージ2127,600円、 JC08 で 26.4 で、ディーゼルエンジンが180万で、ガソリンエンジンが139万、42万もちゃうんですね。まあ、これは両方とも廉価のグレードだと思うんですけど、まあ、端の面とか質感とか、あとは燃費もちゃいますし、燃料自体がちゃいますからね。ディーゼルの方は軽油ですからね。まあ、それを考えたらディーゼルの方がいいんじゃないですかね。で、アテンザの方が360万、さすがに高いですね。
まあ、こちらの方が L パッケージなんですけど、デミオと比べたら150万ぐらい高くなっていて、 ZC08 モードで 14.8、 WLTC モードで 14.2、 でディーゼルとガソリンエンジンの価格差はこんな感じで、まあ40万ですね。でロードスター S レザーパッケージ、ミッション車で315万9000。あ、そんなにするんですね。そんなアテンザと変わらないですね。燃費が 16.8。 RF とソフトトップの価格差が80万くらい違いますね。で軽自動車の方が OEM 車、スズキの OEM 車で、マツダフレアって書いてるのはワゴン R ですね。117万、燃費が33。でこっちの方はフレアワゴンタフスタイルハイブリッド XS、 スペーシアギアみたいな感じがするんで、多分スペーシアギアなんでしょうね。165万で燃費が 28.2 で、買いたい車は 僕自身が欲しい車っていうのは、まあ、CX3 ですね。でおすすめする車っていうのはやっぱりコスパ的に考えても CX5 じゃないですかね。室内空間も十分あって、デザインも一番まとまってますし、あと質感に関しても文句ないですし、まあ、車体サイズもそこまででかくないし、取り回しもしやすいですからね。逆に CX8 はでかすぎて、で CX3 はちょっと後席が狭いっていうのがあるんで、おすすめするなら CX5 ですね。まあ、僕自身が欲しいなら CX3 なんですけど、いいですね CX3。 コンパクト SUV で一番欲しいですからね。まあ、おすすめするコンパクト SUV って言うと、まあベゼルになってくるんですけど、自分自身が欲しいってなってきたらやっぱり CX3 ですね。デミオアクセラーテンザだったら、まあアクセラーになってくるんですけど、もうすぐモデルチェンジしますし、まあそんな感じですね。よいしょ。はい、ということで今回はマツダ車のチラシとおすすめする車と自分自身が欲しい車について紹介しました。